はいどうもこんばんは、時の彩りです。まあ、今回はですね、風景画を描きます。描きますっていうかもう描きました。4月はですね、去年と一昨年と、山口県の岩国市の方で個展を、このね桜のシーズンに合わせてやってたんですけど、今年がですね、少し遅れましてというか、4月の16日から、個展がスタートなのでね、桜の時期とちょっとずれちゃうんですよね。なのでまあ桜は見れないけどっていうことで、ちょっと桜の絵をね描こうかなと思いまして、山口県岩国市にある錦帯橋の絵を今回はね描いてます。で、今まではですね、ずっと頭の中にある風景だったりとか、そういうものをね絵に描いてたんですけど、ここ最近ですね、風景画も少しずつ描いていこうかなと思ってまして、今回のこの作品は、去年見た、桜満開の、岩国にある錦帯橋の絵ですね。まあこれからはですね、また、たまにこういう風景画も描きますけど、またねいつものようにこのおじさんのね頭の中にある風景をね、また絵に描いていこうかなと思います。あと2作品2つか3つぐらいはちょっとこう描きたい場所があるので、それはこう少しね描いていこうと思います。今ちょうどですね、去年の錦帯橋の風景がね載ってますけど、本当に綺麗なんですよ。で、この錦帯橋を渡って歩いてすぐのところに、個展会場の色屋ギャラリーがありますので、まあ今年もですね、またこういう風に外でね公開制作っていう形でね書いていこうと思いますので、ぜひね、今年は、去年はね途中で緊急事態が出ちゃったんでね、人がガクッと減っちゃったんですけど、今年はねぜひ遊びに来てもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。いやでもね、今回のこの絵はね本当に面倒くさ大変でしたね。これがですね完成品っていうことで、まあ風景が第何段かは忘れましたけど、こんな感じに仕上がりました。Thank you.